ナンバーガイ新曲「ボン」は壮大な恋文だったと判明し SNS が騒然。盆栽の松に隠された意味に一同驚愕。こんにちは、スコープ芸能です。恒例の夏フェスサマーソニック2024の出演アーティスト第7弾が発表され、ナンバーガイの初出演が決定しました。ナンバーガイは8月17日に東京マリンステージ、8月18日に大阪エアーステージに出演するとのことです。4月に米最大級の音楽フェスコーチェラバレーミュージック&アーツフェスティバル2024に出演して話題を呼びましたが、国内フェスはサマソニが初となります。今年のサマソニは大盛り上がり間違いないですね。ナンバーガイのパフォーマンスがとても楽しみです。楽しみといえば5月27日にリリースされるミニアルバムナンバリングです。同日には収録曲であるボンのミュージックビデオも公開されます。ティザーの公開時点でいいねやコメントも多数されているようで、ファンの皆さんが今か今かと待ちに待っていることがわかります。ナンバーガイは楽曲ごとに代表者を決め、楽曲をプロデュースする形をとっています。その中でボンは平野さんがプロデュースを担当しました。Mステに出演した際にタモリさんにナンバーガイは新曲なんだよねと話を振られ、平野さんが盆栽にフォーカスを当てて盆栽が成長する過程だったり、ファンの皆さんとの関係だったり、そういうのを自分たちと重ねていることを説明していました。タイトルである「ボン」は盆栽の「ボン」であり、さらに曲の中では盆踊りも出てくるので、海外進出に向けて和をテーマにした曲であることは間違いないですね。Mステにて初披露された「ボン」、ナンバーガイの正座してる姿から始まり、ゴートや富士のようにゴリゴリの高速ラップと高難度のダンスで圧倒させられました。歌詞にも「盆栽」「盆踊り」といったワードが盛り込まれ、どこがサビなのかわからない構成で、とにかくやばい曲でしたね。ボンの作曲はゴートに続きモンジョーさんが担当しています。モンジョーさんはソングライターとして2015年に EP「ダイブ」にてデビューし、ダッツのボーカルも務めています。アーティストやバンドへの楽曲提供やアレンジなど、トラックメーカーとして幅広く活躍中です。モンジョーさんはボンの編曲にも携わっています。ボンの作詞はペコリさんです。ペコリさんはゴートや富士の作詞も担当しているおなじみメンバー。ペコリさんは静岡県富士市出身の1994年生まれで、3人組のヒップホップグループのラッパーとして活躍されています。ボンのプロデュース担当である平野さんもアレンジャーとして楽曲作りに携わっていました。そんな精鋭が集まって作ったボンは、その歌詞の意味や考察がファンの間で話題となっているようです。ボンの中に出てくる We make 盆栽3人の天才という歌詞は、自分たちは3人の天才だと言ってるわけではなくて、英語構文的に言うと I make you happy と一緒で、私たち自身でもともとは盆栽の自分たちを3人の天才にって意味だと思うな、それだけの努力を重ねてるよってこと、といった考察や、歌詞の中にある Your bonsai, We are bonsai, I'm a bonsai は、ただ単にあなたは盆栽、私たちは盆栽、私は盆栽と捉えてバカにする人たちもいるけど、松の盆栽の花言葉は勇敢、紅葉の盆栽は大切な思い出、ザクロの盆栽は結合、桜の盆栽は精神美、梅の盆栽は高潔、といった考察もありました。盆栽にも植物によってさまざまな意味があるようです。また「君ライクは針金」という歌詞は、盆栽が美しく成長するために必要な針金かけ、時にその存在が鋭すぎて痛みを伴うっていう意味にもかけてると思う。ここのフリパートで岸くんが「聞こえかは」で翔くんを押しのけた時に「いてて」ってやってるし、といった考察も上がっていました。さらに盆の中にある「残すこの先に咲くワード」という歌詞は、このワードが鍵、掛け言葉の松「松」「松」「町」の助詞となっており、言葉遊びが隠されており、ナンバーアイからの隠されたラブレターとなっているようです。ゴートも盆も富士も全部ナンバーアイの恋文なんです。ものの名を隠して読み込んだ歌、日本古来の言葉遊び隠し台、心は見えないので
恋しい人を待つを待つとして読んだ。それとわからないように隠したナンバー愛からのラブレターです。といった声も上がっていました。ボンという楽曲タイトルには盆栽のボンに加え、爆発音のボン、煩悩のボン、天才の対義語である盆栽、凡人のボンなど、歌詞を読む限り様々な意味があるようですね。系譜としてはゴートや富士にも連なり、レッツゴートという歌詞があることや、富士山を意味する富士同様に日本を象徴するものをテーマにしていることからも、2曲とのつながりも感じられます。雅楽風のイントロや途中で挟まれる盆踊りのような振り付けなど、日本へのこだわりが随所に見られます。デビュー曲のゴートもそうでしたが、予想を裏切っていきたい、新しいことをやりたいといったメンバーの思いが伝わってくる一曲です。新しい何かを行うことは周りから反対されたり、なかなか受け入れてもらえなかったりと、不安や孤独を背負うことでもあります。実行するときに問われるのは、それでも挑む覚悟があるのかということ。 M ステでのボンのパフォーマンスからは、いわば戦闘態勢のような、自分たちの納得する道を突き進もうとする意志が垣間見えました。一方、そんな中で結ばれる絆はより一層固いものになるはずです。彼らがたびたび口にするファンとの関係とは、新しい道を切り開き、一緒に困難も乗り越えていけるような関係性を指すのかもしれませんね。とどまることを知らない3人がグループとして初のミニアルバムにどんな楽曲を詰め込み、ファンに届けてくれるのかが楽しみです。先日には平野さん、岸優太さん、神宮寺優太さんがキング&プリンスを脱退して1年が経ちました。キンプリ脱退から1年、3人の活動は軌道に乗っており、あるレコード会社関係者はナンバーガイの活躍ぶりを公表しています。ゴートは激しいダンスとラップが特徴的で、いい意味でキンプリ時代の王子様イメージを覆したと思います。配信デビューから3ヶ月足らずでアメリカの音楽イベントに出演するなど、3人の世界に挑む姿勢が伝わってきます。旧ジャニーズを辞めたタレントの中でもスピード感と勢いがありますね、とレコード会社関係者は話しています。平野さんらはキンプリを脱退する理由の一つに海外志向の強さがあったことを明かしていました。新天地では目標に向けて着々と歩き出しているようです。17日にはミュージックステーションに出演しボンを披露したのですが、業界内では神宮寺さんのスキルアップが話題になっています。難易度の高い振り付けが特徴的なゴーとボンともに、神宮寺さんのキレのある動きと独特の存在感に驚かされました。キンプリ脱退後、神宮寺さんは特に練習を積み重ねたのではないでしょうか、と前室のレコード会社関係者は話しています。圧倒的なパフォーマンスの裏には相当な努力をしていることがわかります。また今後、平野さん、岸さん、神宮寺さんは次のステージに進む可能性があるといいます。業界内ではナンバーアイが中国進出するのではないかと囁かれています。彼らが所属する芸能事務所 2B 社長の滝沢秀明さんは4月21日に中国四川省の音楽フェスティバル、23日には中国の SNS ウェイボーの運営会社を訪れるなど、最近中国で仕事することが多いです。ナンバーアイは 2B の中でも勢いのあるアーティストですし、滝沢さんは3人を中国で活躍させようとしているのではないでしょうか、とレコード会社関係者は語っており、中国進出プランが実現すればさらなる追い風になるかもしれません。今後のナンバーアイの動向に目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。